ね、なんとね、最大風量、今回100リッターっていうことで、10リッターあるかな、この辺かなって。この辺かなってね。どうも、木原です。今日はね、道具の紹介をしていこうと思うんですけれども、僕ら植木屋はですね、この夏の暑い炎天下の中ですね、こう、汗だくになりながら作業をするっていうのを今までやってきたんですけれども、数年前からですね、この便利な道具ですね、便利というか暑さ対策でですね、もう、どういったんですかね、救世主のような道具、空調服っていうのが、導入されて、みんな結構ね、これを着てね、作業してるんですけれども、まあ去年もね、空調服の動画を上げさせてもらったんですけれども、その時にですね、購入した空調服をですね、これ今つけてるんですね。空調服のファンをつけてます。で、これなんですけれども、エアークラフトっていうシリーズのバートル、ですね、京セラさんが出しているあのシリーズのファンをつけているんですけれども、まあ、去年はね、あの2023年モデルを使ってたんですけれども、まあ、それもですね、かなりすごかったんですね。これはですね、あのバッテリーの容量とかもあるんですけれども、このボルト数ですね、19ボルトっていう、ね、あのボルトまで使えてですね、ファンの風量が、ね、約90リッターっていうね、かなり驚異的な数字を叩き出してですね、かなり涼しい、ファンで、去年もね、快適に過ごしました。ただですね、また今年もね、バートル、京セラさんやってくれましたということでですね、2024年モデルっていうのが出たんですけれども、去年はですね、19ボルトっていうね、あの最高のボルト数の、風量でするアイテムだったんですけれども、今回はね、22ボルトっていうね、またさらに3ボルト大きい容量でですね、なんとね、最大風量がですね、まあ、前回は90リッターやったので、今回100リッターっていうことですね、10リッター多い風量をですね、このファンの、服の中にですね、こう、どういったですか、循環させるっていうことでですね、まあ、これも見過ごされへんなと思って、これ、買っちゃいました。で、まあ、この空調服に関してはですね、僕はですね、毎年更新していくっていうようなことでいいかなっていうふうに思って購入するようにしています。で、まあ、今回買ったのはですね、このバートルさんが、京セラさんが出している、このバートルの、これ見てもらうと分かるかな。ちょっとアップしましょうかね。このファンですね。これ、迷彩柄の、ファンなんですけれども、これと、このバッテリーですね。これは 22V のバッテリーを購入しました。で、まあ、僕の経験上ですけれども、まあ、去年、2023年のですね、バートルさんの、バートルさんっていうのも変やね。この京セラさんが出してるこのバートル、もういや、バートルね。このバートルのこのエアークラフトっていうののバッテリーなんですけれども、だいたい僕が、朝の、まあ、8時半から9時ぐらいから動き出して、夜のまあ、17時ぐらいかな、夕方ぐらいまで、あの、作業するときに、まあ、このバッテリーっていうのを最大風量で、あの、維持させようと思ったら、まあ、正直バッテリー2個ないと足りないなっていう感じだったので、今回もね、2個買いました。で、このファンも合わせて買いました。で、このウェアなんですけれども、ウェアに関しては去年と同じものを使っています。ただ、これも新しく新調しました。これなんでかっていうとですね、やっぱりね、使っていくとですね、摩耗がすごくなってしまってですね、この風をね、こう、どういったんですかね、逃がしちゃうっていう傾向があるので、僕は毎年ね、このね、ウェアもね、あの、更新したらいいんじゃないかなっていうふうに今年から、あの、思いました。で、今回ですね、これね、新しく、おろしたての、このウェアでですね、実際どれぐらいの風量なのかとか、実際体感レベルで言ったらどれぐらい変わったのかっていうのとかをですね、まあ、この動画を通じてですね、まあ、購入の参考にしてもらえたらなっていうふうに思ったので、あの、動画の方を撮ることにしました。じゃあ、早速ですね、去年の、この、使ってたやつと、この、新しく、購入した分の風量の、ちょっとね、こう比較動画みたいなのを、出そうかなと思うので、まずそっちの方をね、見てもらおうと思います。はい、商品を開封しました。これがですね、ファンですね。ファンの重量はですね、少し重たくなってるみたいですけれども、まあ、10グラム程度で、こういうね、どういったんですかね、こう、布をこうかけてですね、このファンの中にですね、異物が混入しないようにっていうのがありますね。これちょっとつけてみようかな。まあ、はめ込むと、まあ、こういう感じかな。これをですね、こういうふうにはめ込むと、こういうふうな感じでファンを囲えるんですけれども、まあ、僕はね、結構ね、これ風量が変わっちゃうんで、僕は基本これつけることないです。で、まあ、これコードですね。まあ、コードもちゃんとついててっていうことですね。じゃあ、これはファンの、中に入っているものですね。
はい、これがバッテリーです。これバッテリーですね。ちょっとね大きくなったんかな、ちょっと前のモデルに比べたら。まあ前のモデルをこう横向きの方がいいか。前のモデルを見てみたら、これちょっとどんな感じやろ、こうちょっとアップしてみようか。こうやったらわかるかな。ちょっとなんかごつくなったって感じかな。こう見たらわかるかな、ほらちょっとごつくなってる感じやね。横から見ても大きくなったなって感じですね。やっぱそれはね、あのボルト数が上がってて、容量もですね、前は何アンペアやったかな。で容量なんですけれども、2023年モデルの方の容量が、3350mAやったのに比べて、今回のですね新しいやつはですね5000mAというね、ちょっと容量がですね 1.5倍ぐらいになるんかな。結構ね容量が大きくなってると思います。実際ね、まあまあ、あのこの商品がどうのこうのっていうよりも、実際の体感レベルとか実際の風量とかを見た方が分かりやすいと思うんで、進めていこうと思います。じゃあね、これ実際に、バッテリーにつなげてみました。で、1個ずつね、どれぐらいの風量なのか、どれぐらいの音がするのかっていうのをちょっと見てもらおうかなと思います。電源を入れてみようと思います。これは今ね 9V で動いてるんですけども、これを19ですね、これ今19にしました。まあこれ置いた方がいいかな、この位置で。音ですね、音は今こんな感じの音で、これだけで見てみようかな。こっち、これまず音が今こんな感じですかね。じゃあね、続いてね、この最新の方なんですけども、これ僕もつけんの初めてなんですよね。ちょっと一遍つけてみましょうか。これが今、10V ですね。これが今 15V、 22V いってみます。あれちょっといいか、あれどうなってる、ちょっと浮いてますね、これ。え、これわかるかな、ちょっと待って。ちょっとね、さっき撮ったんやけど、すごいこと起きたんで、ちょっと撮る角度をね、変えることにしました。今動いてます。一番最強の風量にしてみますね。ちょっとこの辺のアングルから解いたらわかりやすいかな。いきますよ。これが、この次かな。いきますよ。最大風量。今ちょっと浮いたの分かるかな、ほらほら分かるかな。これちょっと古い方でやってみようか。これね、これも浮くけど、どれぐらいわかるやろな。これ違いちょっと並べなわからんな。じゃあね、まずね、2023年モデルの、風量をですね、僕のこの辺の髪の毛がどんな感じでなびくか、ちょっと見てもらおうかな。これマックス。今この辺から当ててみて。この辺から当てて、この辺からですかね。当ててみての風量。さあ、こんな感じ。まあ、この辺の位置から髪の毛当ててみた感じが今みたいな感じ。じゃあ次ですね。このね、2024年モデルね。これの風量をちょっと僕の髪の毛のところでちょっと試してみようかな。この辺かな。どう？どうやろ？僕の体感で言ったら、かなり風量強いなっていう感じするねんけどね。もう伝わるかな？この辺から当てて。この辺からですかね。
当ててみてのフィールド。あ、こんな感じ。どうやろ。勝ち上がり方ちょっとちゃう感じするんですけどね。やっぱり違うね。うん。やっぱりこっちの方が風量圧倒的に多い感じがしますね。で、今のはちょっと僕のこの髪の毛を使ってね、どれぐらいの風量をやったのかっていうのを見てもらったんですけれども、実際にこれをですね、この後ろにある、空調服ですね。空調服につけて、実際のこの膨らみ具合とか、体感レベルっていうのがどんな感じなのかっていうのをちょっと試してみようかなっていうふうに思います。まず最初に、2023年モデルの最大風量の感じ見てもらおうかな。映ってる？これで映ってるか。こんな感じ。まあもちろんね、ずっと使っ。まあもちろんね、ずっと使ってるから、まあこれが涼しいのは分かってます。じゃあね、次2024年モデルのね、22V のね、最大風量をちょっと試してみようと思います。ちょっと。じゃあね、次は2024年版のバートルのエアークラフトのファンですね。これのね、最大風量でちょっと体感してみようと思います。これ、わかるかな？わかるかな？これわかるかな？これわかるかな？これわからんか？かなりね、これ違ったんですけどね、この首のところから出てくるこう風の量が全然違ったんですけど、これちょっと分かりにくいな。まあでもね、すごい、違いました。じゃあね、ちょっと比較でちょっと見てもらおうかな。いや、映ってる？これで映ってるか。こんな感じ。これ分かるかな？はい、いかがでしたか？見ていただいたんですけれども、ちょっと比較ね、こう、膨らみ方は結構どっちも似た感じだったんで伝わりにくかったかもしれないんですけれども、体感レベルでどう違ったかっていうのをちょっと説明をしようと思うんですけれども、風の出方的に言ったら、もうこっち圧倒的でした。正直にこれ取り直してるんですよ。これなんで取り直してるかっていうと、正直、2023年と2024年版のやつほとんど変わらんやんけって、いう動画をちょっと、動画っていうか、この下りをね、してたんですけれども、片付けしようと思った瞬間に、ようよう見たら、このファンのコンセント、片っぽ抜けかけてて、ファンほとんど回ってなかったんですよ。それで、まあ、どっちも一緒かな、みたいな感じだったんですけれども、その線をしっかり刺した後、すげえ膨らみ方したんで、うわ、これちょっとあかんわ、取り直しや、っていうことで、今取り直しました。で、それ、これ、鳥直さんとね、これ、京セラさんにちょっとだいぶ、失礼やなって思うようなぐらい、全然体感レベル違ったんで、ちょっとびっくりしました。かなりね、この 3V っていう差がね、僕はね、すげえ差やなっていうふうに感じました。危なかったです。危うく、どっちも似たようなんやけど、高い方買った方がいいと思いますよ、みたいな動画になりかかってたんですけれども、おいおい、ちょっと待てよっていう感じなぐらい風量すごかったです。ちょっとびっくりしました。いやー、これ気づいてよかったな。ちょっとなんか、見てる人がなんか、ん？そんなんやったら古い方買ったらいいやんけみたいな動画になりそうになったからちょうどよかった。ちょうどよかったというか気づけてよかったですね。っていうことで、まあ正直この 22V のやつはめっちゃいいっていう風な結論です。で、まあこれね、空調服に関してはですね、なんで毎年買い替えるんやっていうところなんですけども、僕はもう今見ての通り、ちょっとこれね、暑いところで撮影してるんで、めちゃめちゃ汗かいてるんですけれども、まあ汗かきです。暑さにすげえ弱いです。結構ね、職人の人とか、この時期とかでも空調服着ずにとか、空調服のファンの、こう、風量
あの弱風とか中ぐらいの 風の量で全然汗平気やみたいな感じで仕事してる人とかも結構ね僕の周りいるんですけれども、僕はそれちょっともう信じられへんなっていうぐらい、あの暑いの嫌いなんですよね。っていうのもこう暑いの嫌いな理由としたら、まあ、正直仕事あの暑さで、あのまあ、これ誰しもがもう職人の人だと思ってると思うんですけど、まあ、暑さで正直やる気なくなっちゃうんですよね。あの休憩入って次起き上がるときにちょっと腰が重くなってしまったりとかもありますし、っていうところをですね、こう暑さ対策をしていることによってですね、やっぱもう一個踏ん張ろうかっていう踏ん張りが効くようになるんで、僕はもうこれね、ファンをですねもう最大風量で、で最大風量もこう1時間経ったら自動でですね、あのもう一個下のあの風量に戻っちゃうんですけども、戻ったら僕また最大風量でねガンガン回してですね、もう壊れたら買ったらええわぐらいの勢いでですね、あの空調服は使っています。もうこれはね、あの結構みんなね高いものやから大事に使うんですけれども、僕は消耗品っていう感覚で使っています。で、まあ僕が最新のものを購入して、僕自身はあのそれを体感してですね、実際それを使って、でその一個前のモデルとかに関しては僕は今あの一緒に働いてる仲間にあの無料で貸し出すようにしています。であのいいのが欲しかったら自分で買ってくださいっていうところなんですけど、なるべくね僕が毎年更新することによって一個前の最新のものっていうのを使えるんで、僕は今そういう風にして、あの会社の方ではですね、支給の方、あのまあ委託の人だったりとか、あの一緒に働いてくれる仲間だったりとかに貸し出すようにしています。でこれをですね、あの本来はですね、あのもっと売り上げを上げてもっと利益を出して、あの最新のものをみんなであの取り揃えて、あのみんなで使おうぜっていうところまでできたらいいんですけれども、正直まだ僕の、力及ばずでですね、そこまでは至っていません。でここはねできるようになっていくっていうのは僕の今後の目標なんで、これは頑張っていこうかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、それはまあちょっとあのこの商品紹介とはちょっとまた違う話だから置いといて、まあ実際あの購入するんやったらこれはもうありかなっていうふうに思います。やっぱり最新のものを買った方が僕は絶対いいと思います。で買うときはこのバッテリーっていうのももう2個、もうあのプロフェッショナルですよね。まああのこう現場の作業であの1日体を動かしてあの作業をしないといけない人たちはこれ2個、絶対2個買った方が僕はいいと思います。1個でね弱風でね、あ持つかな持たないかなみたいな感じで使ってる人とかもいるんですけれども、まあ正直絶対一番いい風量でやった方がいいじゃないですかって僕は思うんですよね。なんで僕は最大の風量で作業をいつもするようにしてます。なんで僕は仕事終わってからもまあクタクタっすよ、もちろんクタクタなんですけれども、疲れっていうのは次の日に残りにくい方かなっていうふうに思ってます。これはもう暑さ対策してるからですね。この空調服だけじゃなくって、僕はもう氷水も、もう現場にですね、もう6本ぐらい持っていきます。で、それをもう頭から被ったりとか、あとは氷もね、冷やしたやつを、クーラーボックスに入れて、保水ベストの中に氷を入れてですね、で、氷をちょっと、こう、空調服のポケットに入れたりとかしてですね、もうなるべく体が暑さを感じないように休憩のタイミングの時とかに体を冷やすようにしてます。それするだけでですね、もう次の日の疲れの残り方とかがやっぱりね、こう蓄積していく量っていうのがやっぱ緩やかになるんで、僕は夏ね、年々ね楽になっていってるっていう感覚です。みんな結構しんどくなってるっていうふうに言うんですけれども、やっぱね、この暑さ対策を、まあ、万全でしてる人と万全でしてない人の仕事の総量って言ったら、僕は絶対違うと思ってるんですね。で、最近で言ったら、僕の、仕事仲間っていうかね、まあ、植木屋界隈で知ってる人たちが、で、空調服を着ずにやってる人が、いますね、後輩で。で、その後輩は、空調服を着ずにやってるんですけれども、この間、水中毒っていうのになってました。これ、水中毒っていうのは、水飲みすぎて、もう汗が止まらなくなって、で、お腹も下しちゃったりとかする、ちょっと、どういったんですかね、まあ、中毒症状みたいな。らしいんですけれども、そういうのになっていました。これは要は、こう、暑さで体がおかしくなってるっていう状態なんですけれども、まあ、そういう人もいました。で、ちょっと着ようかなっていうふうには言ってましたけれども、まあ、そういう症状が出る人もいれば、今日で言ったらですね、
仕事終わってからですね、頭が痛いっていうふうなことを言ってる人がいました。で、この人に関して言うと、まあ、帽子をかぶっていない、帽子をかぶり出したのがつい最近とか、あとはですね、まあ、空調服も、その、僕が今やってるように、まあ、バッテリーをたくさん持っていて、最大風量でやるとかいう作業もしてないと思いますし、で、あとは、冷水を、こう、頭からかけたりとか、まあ、体を冷やすっていう、休憩時間にですね、作業とかもやっていない。やっぱり、そうなると、やっぱ、熱中症、熱射病の影響で頭が痛くなったりとか、夜寝るときに熱が逃げなくなっちゃったりとか、まあ、そういう症状になったりとか、するんですね。なんで、暑さ対策に関してはですね、まあ僕らも、その、体が資本の、業種なんでね、しっかり、やっていくことを僕はお勧めします。で、一般の方に関しても、やっぱり、買おうかなって思った時に、一番いいやつ買った方がいいです。多少ね、やっぱ先行投資としたらね、高いですけれども、まあ一回買っちゃったら、またそこからね、その、一番いい状態のやつを2年ぐらい使ったら、それをもうメルカリ出したりとか、ヤフオク出してまた新しいの買うとか、お庭のね、ことをね、自分でやりたいって、この暑い時期にやりたいっていう方がいるんやったら、僕はお勧めします。その方とかやったらね、バッテリー1個でいいと思います。だって自分のタイミングで、こう、半日だけにしようとか、1時間だけにしようとかできるんで、まあ、そういう方は1個でいいと思うんですけどね。まあ、ほんまにね、こう、熱中症、熱射病で倒れてる人たくさんいます。毎年死人が出るぐらいね、まあ、暑さが過酷になっているので、まあ、しっかりね、この暑さ対策っていうのを、真剣に捉えてですね、まあ、こういうのを取り入れるのも、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、参考になれば嬉しいです。で、本当にね、これまだ暑い日続きますんでね、熱中症、熱射病、体調不良などね、気をつけてですね、皆さん、この夏を乗り切っていきましょうということで、この動画終わります。じゃあね。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。